こ一緒。なんで私のとこだけこんなところからなのよ。いや待て落ち着け。哲学の会の完全解放が終わってなくて、完全解放もしてないのに突破できるわけないけど一応やってみるか。で一番最初に録画始めずにここ挑戦したらいけちゃったんです。言い訳が長い。ごめんなさい本当に。混乱させたってことで勝ったわね。やかましいわ。血染めの夜接待完了です。なんで私だけこんな目に。じゃあ宗教の会の接待に行くわね。何をやってるんだい君は。返す言葉もございません。始まったわね。今回の相手はプルート。なんだかんだ一番謎ね。彼は魔法を用いて戦うみたいだね。あと契約がどうとか。パッシブ、昨日の約束。2ターン目に試食の外見、能力値、バトルページをコピーした影を4体召喚する。影が全て消えれば次のフェーズへ。パッシブ、魔法の結界。
状態異常に免疫、カウンターで受けるダメージを無効化、ただし最初のフェーズのみ適用される。パッシブ、無応募記事、受けるダメージを1から2減少させる。そして最初のターンにこちらに契約を結んでくるようだ。契約、一応これなら一人に契約を集中させることもできそうだけど、まあ、どうするか考えてみるといい。とりあえず分散させてみたけど、影が召喚されたね。これを倒さないといけないのね。こいつがしてくる攻撃も普通に痛いんだが、プルートはこのフェーズの間全体性が免疫だからね、うまくいなすしかない。これ師匠補数人弱いバトルページできた方が良かったかもしれないわね。あ、契約書がある。これは迅速の契約書だね。迅速の契約はターン開始時にクイックを3得ることができるようになる。だけどその代わりに一方攻撃をした分だけ次のターンにプロジェクト武装解除を得てしまうんだ。他の契約書もこんな感じでメリット、デメリットがあるね。うわ、なんじゃこや。戦っているうちにメリット効果、デメリット効果がこんがらがらないように気をつけてね。今回に限っては最強腕前持ってこなくてよかったわ。せっかくだし洗礼ページ使ってみたいわね。大好き級確定なのキッズ。あえ、混乱してる。力の契約違反だね。攻撃ダイスが3つのダイスを使ったから混乱したんだろう。だってこの子が持ってる攻撃ダイスが1個のページ1枚しかないんだもん。とりあえず影は一つ処理できたわね。にしても契約内容全然覚えられない。どうしよう。君は怪しい書類にはサインしない方がいいね。
あ、え？光の契約違反だね。4つの光が残っていた。もうやだ。体力回復できるしこれでいいか。残る影はあとみたいだ。よし、全部やっつけたわ。さて、第2フェーズだ。このターンからプルートは封印ページを使ってくるようになる。それに加えて封印された秘書の影を生成するようになる。なんか、嫌な予感が。せっかくだし失楽園使いたいわね。使うのはいいが、ホクマーが封印されたよ。混乱すれば封印が解かれる。まあ、いつものパターンだね。さて、失楽園の効果で白夜と同化したね。これでなんとかなるかしら？正直悪手だとは思うけど。封印はまだ使ってくるからね。勘弁してくれ。しっかり最強腕前帰属してきたわ。結局瀕死じゃないか。うるさい、勝てたからいいの。今までの敵の中で一番硬かった気がするわ。免疫が常にあるのは確かに厳しいものがあるね。昨日の約束、絶対完了だ。最後は